やっぱりね、大人数で買い物するとね、やばい、意見の食い違いといい、で買い忘れも多いし、何を買ったかっていうのが分かんなくなって、買い忘れを結局私たちがね買うことになって1時間半以上かかりましたね。チェックイン時間がもうすぐなんですけどね、間に合わないわ。いやー、で別々でそれぞれみんな別々で行ったんですけど、他のグループがね間違えて違う場所に行ったり、いろいろなトラブルがあって面白いっす。いやー、眠気がほんとやばいっす。あとはコテージに向かうだけなんで楽しみー。天気がほんといいからほんと楽しみでーす。はいはい、着きました。すごいわ。今ちょっと中に人がいるんで、明日のチェックアウト時に中の全部屋紹介したいと思います。明るいうちに景色もこんな感じですね。海結構綺麗なんだけど、すごい、本当にすごい。この後雨が降んなきゃいいんですけどね。2階にリビングがあるんですけど、ちょっとザーッと撮っちゃいます。やべえ、これこれ見てください。まあ後でやばいっす、やばいっす。で景色こんな感じですね。やばい、やばいしか声が出ない、やばい。ちょっと風が出てきましたね。いよいよ磯遊びができます。バーベキューできるかな、そこで。気温も下がってきましたね。やべえ、なんかそれ腹咲いてるんですね、臭そう。今日の釣りで釣り上げた鈴木でしたっけ。ああ、そうですね、鈴木。サイズ的には鈴木ですね。一応食べます。70高級魚でしょ。高級、まあどこにでもいるよね。日本全国どこにでも食べ物としているから。ただ、僕もいつも、そんな現在4時半になろうというところなんですが、やっぱりね、なんだかんだ準備にね、時間かかってね、始まらないですね。始められない。なんかこのまんまずっと始まらないんじゃないかなって私は思ってます。まだ魚もおろしてる最中だしね。始まりが6時ぐらいなんじゃないかな。風強くなってくるから、多分始まる頃には悪天候になり、そういうことになります。はい、いや、すごい量だな。はい、鈴木がもうこのような状態ですね。すごい量です。いや、大きかった。でかかったね、本当にでかかった。72センチか73センチ。俺も怖かったもん。俺だって初めてだな。60センチ台あるけど70センチ台初めてですね。興奮してますね。よかったよかった。ただ僕もちょっとね、こう撮ってます、撮ってます。やらないで誰か撮る。ちょっと待って待って待って。はい、本日は、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。幸いね、天気もよくね、雨降らずに無事今日を迎えることができました。はいはいはい、今日楽しみましょう。乾杯。あっちあっちあっち、はじめはいい肉からね焼いていきましょう。はい、うまそう。刺しがすごい、やっぱり国産っすね。すごい、あれ、はい、うん、肉いただきます。食べちゃおう。いただきます。いただきます。普段こんな肉買わないからね。うまい。油やばい。うまっ、おいしい。うまいわ。ジョジョ園のタレもやば。ジョジョ園のタレうまいな。ジョジョ園のタレうまい。ただこれ、はい、はい、刺身が来ました。かなりの量。超すごいね。これ半身分。半身分？え、あ、これ半身。半身はないから日本酒飲みたいな。白焼きにするって。
やべ、軽かった。本当のね、難しいんだよね。やっぱり人数多いと減りの速度が半端ないね。早いね。早い早い。これあのソーセージ入れた方がいいんじゃないか。そうだね、挟んだ方がいいや、うん、お腹満たされるものじゃない。本当に肉が一瞬でなくなるね、これ、うん、みんなだって昼飯も食ってないからね、俺ら。そうだね、うん、あ、そっか、ごめん、俺ら昼食ってから来てるよ。ユミナ俺のユミナあ、骨あるの。そうね、アニサキスを寄生中。すごいすごい、刺身がね、うまい、マジでうまい。政治を気にしろいやめ、はい、料理人の方が先ほどの鈴木を使ってカルパッチョを作っていただきました。まだ見習いだよ。はいはいはい、いただきます。ありがとう。鈴木がね、思ったよりでかかったので、刺身と白焼きっていうんですかね、焼いてます。うまそう。ホクホク。見えますか。ジャガバターをずっと炭火を焼いてます。まだバターも塩も入ってないけど。あ、そうだ。あ、そうなの。バター連れてこようか。バター。何もバターと塩食べる時でいいんじゃないの。上乗っけて。いやーって溶かす、溶かしてやる。うん。ステーキ焼いてまーす。いや、今までで一番焼き終わりましたね。これちょっと焼きすぎ派だからな。もうちょっと。これ結構レア派。この今6時。まだ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 ですよ。まだまだっすよ。まだいっぱいあるでしょ。いや、いいね。あんまレアがダメなんだ。そんなお腹弱いの。え、そんなお腹弱い。千年前から愛してる。8000年過ぎた頃からもうちょっと照れ捨てた。いつもどんどん。ほんとあれよ、挨拶ってマジで緊張するから。本当に俺震えたから、うん、終わった後に、え、それ結婚しようっていう挨拶、あ、ちょっとしてちょっと外行っていいですかつって、うん、これタバコを3本ぐらい返したもん。本当あれはね。現在午後7時半ですね。だいぶ日が暮れてきて風も吹いてきたので、もうちょい雰囲気に浸ったら中に入るかなと思いますね。いや、ほんとここすごいです。ほんとにすごい、すごいしか言葉が出ない。カラオケも終わって、それぞれシャワーも浴びて、何時だ今、10時半ですね。もう一飲みぐらいして、もう疲れ果てたので皆さん寝るかと思います。なんかそれぞれね、楽しむ場所があるんですよ。リビングだったり、外のデッキだったり、カラオケルームだったり、そこを楽しみきったらもう疲れ果てますね。では先に行っておきます。おやすみなさい。おはようございます。現在朝の7時半ですね。静かで、もしかしたら何人かは釣りしに行ったかもしれないですね。って、すごい、あんなに浅瀬だったのにこんなに満ちてる。いや、帰りたくないですね。もう一泊したい。とりあえず準備して朝食ですね。朝食をここで楽しんで余韻に浸りますかね。朝の天気はそこまで良くないですね。風強くて、また雨降ってないので友人が釣りを始めてますね。どうですか、寒いですか。浅い、やっぱり浅いですよね。
結構釣りされてる方いますね。はい、人数分のベーコンエッグサンドを今から作ります。適当です。はい、完成です。なんかめちゃくちゃですけど、これを適当にちぎってパンの上に乗っけます。コーンスープとベーコンエッグサンドじゃなかった、トーストです。いただきます。うん、もう何人くんだろうね。いいものペル、私は無事よ。それよりパパは2階のテラスですね。あー、もうチェックアウト時間が近づいて、調整出ないといけない時間帯ですね。じゃあ、最後にですね、みんながこの別荘から出たら、全体を私が撮りますので、ぜひこの別荘がどれだけすごかったかっていうのを映像でお伝えできたらなと思います。ではですね、今回宿泊させていただいた施設の内装、まあ、中身をさーっと撮っていきたいと思います。反射が怖いんですよね。反射があるとモザイクかけなきゃいけなくなるんで、玄関入ってこんな感じですね。卓球台があって、ピアノ、電子ピアノで、こちらトイレですね。トイレがね、広いです。広いですね。こんな感じですね。そしてこっちはテラスに出る道、道じゃない、通路で、お風呂、お風呂広いっす、かなり広い。お風呂で、外のバーベキューデッキ用の冷蔵庫、手ぶれごめんなさい。卓球台を越えて右手に和室で、夜こっちでバーベキューですね。ちょっと人いますね。というこっちで、外もあんな感じですね。で、裏返って後ろ側に2部屋あります。6畳ぐらいかな、6畳ぐらいの部屋と 7.5 ぐらいかな。で、ここがなんとカラオケ、ちょっと今見えないですけど、カラオケのバー、ちょっと高めのキッチンになってます。そしてこれが1階、全て続いて2階いきます。2階がリビングから行くか、リビングスリッパがリビングで、外にベランダ、テラスがあり、キッチン、アイランドキッチンで、裏側を、いけないや、ちょっと閉めちゃったんで、部屋がこっちにトイレあって、一部屋、ここかなり広いです。一部屋で、二部屋で、こっちに景色のいいお風呂ですね。お風呂がありました。景色いいですね。ちょっとあれだね、手ぶれやばいですね。で、もうちょい人数がいればこの上にもう一回あるらしく、3階のテラスに行くことができるそうです。はい、というような宿泊施設でした。本当に本当
かに素晴らしい施設で、あの一泊泊まるだけじゃもったいないですね。ぜひ機会があったら、こちらの宿泊施設概要欄にリンク貼るかどうかわからないですけど泊まってみてください。もうあの検索したらすぐ出てきますから、ここは千葉県でね。はい、というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録高評価などしていただけたら嬉しいです。ではまたの旅で、バイバイ。わー、帰り道ですね。道の駅に行こうと思ったらビーチボーイズのダイヤモンドヘッドありました。わー、あれやってんのかな、なんかやってる感じがしないんですけど、あれお店なくなっちゃった、クローズで、あれ今日はお休み。うわー、青春ですよ青春。ダイヤモンドヘッド。